寝言をぶっ飛ばせ。番組はですね、私あの足立と、はい、よしこさんでございます。はい、あのこれからなるコンビザ・アンモナイトが中心となってお届けする女芸人トークバラエティ番組です。イエーイ。毎回毎回の多彩な、女芸人をゲストに迎えて、はい、普段ブログやツイッターなどには書いてない番組ならではのトーク、さまざまな企画で、バラエティに富んだ内容でお送りいたします。はい、楽しみ。それでは放送はフレッシュライブとニコニコ生放送の同時生配信ですので、はい、見ている方はコメントの書き込みをじゃんじゃんお願いします。お願いします。はい、またね、今はねこの中野にある中野 M スタジオからお届けしています。はい、はい、公開生放送ですので、近くにいる方は今からでも遊びに来てください。お願いします。ね、あの今日もでも他もうねすでにねたくさんのお客さんがね、はい、来てくれてるんです。ありがとうございます。ちょっと声は入らないんですけど本当にいますからね。はい、はい、嘘じゃないですよ。嘘じゃないですよ。よし、じゃあね、じゃあ記念すべきですね、じゃあ出演者をちょっとね、はい、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ私があのザ・アンモナイトの足立です。よろしくお願いします。はい、ちょっと今ねチャンネルを変えようとしたそこのあなた。ちょっとねもう怒るよ。もうはい、ザ・アンモナイトのよしこさんです。はい、じゃあね引き続きね記念すべき初回に素敵なゲストの皆様にお越しいただいております。はい、じゃあ一人ずつねちょっとね早速、じゃあ名前を紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず、島唄さん。はい、劇場の戦争に芸人島唄です。よろしくお願いします。はい、続いてウッチーさん。はい、お笑いバルーンパフォーマーウッチーです。よろしくお願いします。そして、ちょうちんあんこさん。はい、私オスカープロモーションから来ましたちょうちんあんこのひーです。よろしくお願いします。そしてちょうちんあんこのじゅんこばんばんです。じゅんこばんばんばんやかましいわ。はい、わかりました。はい、続きまして藤子さん。はい、結婚相手募集中芸人藤子です。これ事務所のまで電話ください。0606なんでよろしくお願いします。本当にお願いします。ちょっと事務所通さなきゃいけないのか、はい、ちょっとドキドキ。はい、そうですね、はい、お願いします。はい、お願いします。そしてレッピーさん。よっしゃ、東村プロダクション所属漫画家芸人レッピーの出会い、よろしくお願いします。あっしまった。ごめんな。お仕事お疲れっぴん、頑張れっぴんしようぜ。よろしく。はい、じゃあ今日はこのメンバーでお届けしていきたいと思います。お願いします。ちょっとね、ここでこあのコメントをちょっと見れるんですけど、見ていきましょう。どんなコメントが来ているのか。あれ。そう。来てます。あ。はい。あれ、ほらほら。ありがとうございます。はい、そうですね。どこにいるんでしょうね。またあたしか。あれ断蜜です。めちゃくちゃおばさんじゃないですか。なんでちょっとあれどこどこどこ。いや、盛り上げるのスーパーフライでしょ。あ、そあ、よく言われる。よく言われる。わかんないですか、スーパーフライのこれ。最近髪切っちゃったですね、スーパーフライ。あ、そうなんだ。ちょっと勉強不足。やかましいわ、ほんと。ダンタミスさんもいるということで。ちょっと日焼けしちゃって、今黒蜜でやらせてる。うわー、やばい。うまいですね。興奮してきたよ、ダンミスさん。やめとけ。ちょっと待って、レッドちゃん。まあ、おいくつ？俺小学校4年生。あの女芸人トークバラエティ。いや少年いちゃ悪いかな。ごめんな。大丈夫だよ。まあいいか。10歳まではあの女に入れるから。そうだ。
い、はい、ではこのメンバーでお届けしたいと思います。よろしくお願いします。でね、見てる方々にもっとちょっと私たちのことを知ってもらいたいので、はい、ここで改めて、まあ、自己紹介を兼ねて、ちょっとネタなんかもね、はい、見てもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速、じゃあ早速ね、ちょっと我々から、イーロシッペの我々からやりたいと思います。はい、ザ・アンモナイトネタの方をやらせていただきます。よろしくお願いします。ガチ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 しますよ。ガチガチ。ザ・なんですかね、ザ・なんですかね、G なんですかね。よく言われたんですけどね、ザ・なんですよ。ザ・なんですね。よく言われたんですよ。変えなかったんですか。はい、ごめんと、こんばんは。あ、こんばんは。ということで、はい、挨拶するんですかね。言い難い方ですね。好きなんですけど、好きです、はい、なので今日はちょっとね、そのモノマネをしていきたいと思います、はい、皆さんが知っているめちゃくちゃ人気のドラマのモノマネをします。はい、南米ベネズエラで放送された大人気昼ドラ「アコララーダ」より必ずと言っていいほどアントーニオが割って入ってくるディアナとシャロンの喧嘩のシーン。こんな感じでね、ゴムをね、このね、セットしますからね。はい、
だけです。すごいすごい。すごいすごい。すごいすごい。ね、もうちょっとドキドキする。風船を膨らましながら夢や希望が膨らむねって言いたいところなんですけど、やっぱ39歳独身、最近妄想や欲望が膨らみやすくて困ってるんです。あれ、あれ、まさか。待ってください、今日はそんなもの作りませんからね。可愛い作品作っていくぞ。
ファンになります。ニコルだマギーだジャスミンだってよ、僕は日本だろ、横文字使えばいいってもんじゃねえんだよ。俺を力説したらあんたが純子バンバンじゃないのよ。やましいわ。あんたでしょって本当に。いやでね、そういうねバカ女でまたね、そういうバカ女が雑誌見ながら話してるの。何よこのモデル超キャラいい、マジ神なんだけど、このモデルスタイルやば、神じゃね、神神。でもやっぱりモデルって言ったらニコルが神だよね。それなうるせえよ。うるせえ。お前にとって神様はニコルか、何か辛いことがあったら神様はって言ってニコルにすがりつくんか。それは違うんだ。神なんだけどマジ神か、神じゃね、神じゃねえよ。神って言葉を簡単に使うなよ、やかましいわ。恐竜なの、なんなの。そこは豚だって、ちょっと突っ込めろ。分かりづらいわそのボケが。本当にやかましいわ。あんたの分かったもん、神々言うんだったらあんたにとって神様って何、うん、やっぱり空の上で見守ってくれてる死んだじいちゃんとばあちゃん。急に重いわ。ありがとうございました。すごいすごい、やかましいわ。さあ最後盛り上がってまいりましたが、続きまして藤子お願いします。毎朝アラームが鳴る前に目が覚めてしまう真面目なあなた、道で拾った10円玉を交番に届けないと気が済まない正義感の強いあなた、たまには適当に生きてみませんか。そんなあなたに適当な夜のひとときを適当にお届けする適当でないと。パーソナリティは私、高田純次に憧れて真面目という概念を捨て適当に生きることを志してる子です。なんちゃって、なんちゃってまでが名前です。まずは気になる明日のお天気から。私、明日は神宮球場にナイターを見に行く予定があるので、午後6時から9時ぐらいまでの天気が非常に気になります。もう気になって気になって気になります。以上、気になる明日のお天気でした。時刻は午後8時を回ったところで時計の針が止まってます。予想は9時です。それではここで今日最初のナンバー、5代5でガンダーラ歌います。ガンダーラ、ガンダーラ、ガンダーラ。続きは番組の後半で。そろそろお別れの時間です。それではまた明日お会いしましょう。 See you、 どうもありがとうございました。いろんなキャラの人がいますけれども、じゃあ最後はこの方、レッピーズさんですが、大丈夫ですか、行けますか。結構小道具が、やっぱ生番組はわちゃわちゃするもんですからね。よっしゃ、大丈夫。お金がないから金属を
下に向かって走れどう元気だな素晴らしい素晴らしい。これあの皆さん見えてないと思うんですけど、ブリッジで多分まあ皆さんこんな漫画は嫌だって流れてると後ろ向いてるじゃないですか、もう目がめちゃくちゃ泳いで緊張しちゃってやめろやめろ全然そんな見えなかったよ、ありがとう後ろ後ろね、売れた売れたも売れたもすごい言われてるな、勢いのある事務じゃないですか、東村ありがとうございます。我々も一応ね、東村プロダクションの3名様です。あ、そうなんですか、先輩だ思ってないでしょ、絶対思ってたよ、わかんない、さっきこっちは後から入ったからね、うん、まあ、そうよくわかんない、わかんないけどね、そうなんです、一緒なんですよ、さすがですね、はい、そうですか、まあ、最先端、時代の最先端、最先端、ありがとうございます。いや、すごかったですね、いや、すごかったですね、みんな面白かったですね、でも、この距離で誰かのネタを見るってないじゃないですか、なんかいいですね、たまにはちょっといいですね、そうですね、いや面白かった、皆さんなんかね違う、うん、全員なんかちょっと違った気がする、違いますね、なかなか良かったんじゃないかと思いますけど、良かったバラエティー飛んでましたね、そうですね、じゃちょっとねコメントの方を見てみます、あさあ来てるかな、あ来てる、来てる、あなんかあんま止まってますね、あそうですね、2番目ぐらい素晴らしいが来たのが、うんうん、あのまあ、ネタが始まったザ・アンモナイトのね、ネタが始まった、はい、あそうなんですね、あありがとうございます、終わりでパチパチパチで、次のね、島岡さんが始まるところでパチパチパチ、はい、で、壇蜜さんだわ、で、私でもう終わった弾けちゃったから、弾けちゃった、でも、でも下コメント流れてるけど、 あそこが更新されてないだけなんですか、あなるほど、あなるほどですね、あなるほど、そうだ、違うの、あれ何、私マジわかんなくて、 CM とか流れてるわけじゃないですよね、下あでもあコメントっすね、下流れてる、なんか今顔文字しか出てこなかったちょっとね、あの流れてないよ、オレンジの好み、おやだ、今日好みで出てきた、あやだ、あれやだ、オレンジ、私こっち、ヒューヒュー、おばさんだけどいいのかな、いいじゃん、この際ちょっともうアピールアピール、ちょっとね、あのコメント欄が本当は出てくる予定なんですけど、ちょっとあのちょっと出てきてないね、7行ぐらいで止まってしまってるんで、この後また出て出てるんですか、これで説明か、後で説明します、あ、そうなんだ、うちなんか知らないだけです、あー、そうね、あー、ぜひぜひね、バンバン、あー、ジュンコバン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 、お願いします、やばすぎわ、よろしくお願いします、いや、そういうわけで、じゃあね、まあ、こういったメンバーでお送りするという、はいはいはい、お願いします、さあ、じゃあここからは、トークコーナーに参りたいと思います、ここはですね、あの、はい、いろんなテーマに沿ってトークをしていきます、はい、じゃあその、ね、トークテーマの方を発表します、よしこさんお願いします、はい、はい、いきますよ、まず最初のトークテーマはじゃん、これって私だけ、まあね、でこれはねもう完全にあの早い者勝ちで挙手制なので、はい、トークあるよって方は手を挙げてください、はい、はい、みんな来た、よしじゃあね、どうしよう、あこういう時迷っちゃうんだよね、もう大丈夫、最初の人だ、あどうしよう、あどうしよう、どうしよう、あどうしよう、あじゃあ、じゃあ藤子さん、ありがとうございます、はい、あのちょっと今日格好もそうなんですけど、私も野球が好き で、うん、で自分自身も草野球を今3年ぐらい、はい、あそうです、あそうです、そうです、はい、野球やってて、で野球そういうふうに見えないです、あなんか見えないですね、あそうなんです、はい、まあ、地元が西武ドームのすぐ近くで、で、はい、西武ファンで今日犬も来てるんですけど、で、まあ、野球を、まあ好きで野球自体をとても私はちゃんと尊敬した上で言うことなんですけれども、まあ、高校野球も見るんですけど、私は完全にあの高校球児を性的な目で見ています、あーいいですよ、これもだからあの誤解を招かないように、野球をもう、はい、とても素晴らしいスポーツとして、うん、もう尊敬してるし野球の難しさも多少なりとも分かった上で言ってます、はい、だからはい、本当ごめんなさい、謝っちゃってる人がダメじゃないですか、はい、いやでもすごいねかっこよくやっぱり見えてしまう、そうだよな、どういう時に性的に見てる、いやもうね全部あ、あいや発表しますか、発表していいですか、あでもぜひぜひ、あの去年あの埼玉の花咲徳栄高校が優勝しまして、はい、でも全試合見てたんですけど、そのあのキャッチャーの砂田くんっていう子がいて、で5番であの左バッターなんですけど、あのキャッチャーの割に持ってきてたの、用意した、用意がいいじゃん、用意した、はい、
っくりした。そうキャッチャーなんですけど、意外と色白で野球やってる割に、はい、そういうちょっと想像しておいてください。はい、ね、はい、そう左でしょ。つながる。大丈夫。でね、あのそう、あの萌えポイントがあって、はい、バッターボックス入って構えて、絶対この汗をユニフォームで拭くんですよ。ああ、こうこう拭くんじゃなくて。わかる。いやもうこれもうキューンってなる。全くこれ関係なくないですか。でももう打席入った時しか答えられない。これがもうね、何回も巻き戻して巻き戻して見てだからね、もはや AV なんですよ。いやいやいや、尊敬してるならそんなこと言わない。だから尊敬した上で、はい、誤解のどうなってんだよ。いやいやいや、それは合ってる。だから私だけかなと思って。そうだよね、同じような人います。クラス教官の高校球児っていうか、私坊主フェチなので、やっぱり甲子園出てる子たちって結構坊主率が高いんで、そうですね、無条件にキュンキュンはします。あのみんなバスター置いてた時全員坊主なのはもうちょっとそこに変態が。ちょっと今顔がリアルで怖かった。今日もみんな変態ですね。じゃあまあね、あの高校球児にもまああのね、いや浴場的な感じですよね。まあそういう人もいますよ。反対になっちゃうよね。そうそうそう。まあ妄想するのは自由なんで。そうなんですね。ありました。本当藤子さんギャップがあっていいですね、そういう。あ、本当だ。なんでその今言ったの。急にね、普通に顔が。話してるんだけど藤子さん目がめっちゃ変態でした。あ、すみません。だっていつもの藤子さんじゃなくて。そうね。本当に。見た目とはね、意外と違うんでね。ギャップが。だから寝ただけだとわからない一面です。あんまり変態なとか出さない。確かにあなただけだった。あれ、よし、じゃあ島本さんね。いや違う、いや違う、やっぱ坊主。いや違う、言い訳だ。よし、じゃあ他にある人。はい、さしていい、さしていい、ひーちゃん。はい、よし、はい、ちょうちゃんこひーです、よろしくお願いします。いや、私まあこう見えて結構男の人が好きなんですよ。みんなそうだ。飲み会とかがすごいしてるようにあんま見えないんですけど、飲み会とかがすごい好きで、やっぱ男性陣と飲んでて、まあ、話してる人で、この話いやあんま面白くないんだけどさって話してくるやつに、いやじゃあ話すなよって思ってしまって、ガッて冷めちゃうんですよ。ああ、クラス、いやこの話落ちないんだけど、あ、じゃあいいよ言う。で、しょっぱなに 言わないでみたいな。聞いて落ちないよって気づくならいいんですけど、しょっぱなにそういう防御線を張ってくる自信のない会話の仕方がすごい嫌いで。厳しい。ないですか。結構ジャッジしますね。話し家ならではのね。話し家。なんか男に厳しいんだ。本当ね、私だけですか。すごい気になっちゃうんですよ。それは芸人だからなんですかね。逆に別に普通の話をしてるのに急に、え、落ちないのって言われた方がイラっとくる。ああ。いやいや、そういう話じゃないよ。芸人なんだからなんで落ち着けないのって言われた時イラっとくる。で、落ちはで、え、じゃあつって言ったら大体なんか滑りじゃないですか。でも大概こういう風に喋り出す男ってイケメンとかチヤホヤされてるやつも多いんですよ。だからもう俺って面白いんだけど、まあこれはつまんないんだけどみたいな、めちゃめちゃ話持ってるけど俺今回ちょっとつまんないけどみたいな、その過剰な自信がイラつくっていう。あれ、これは結構いるん、なんか同じような感覚の人いないか、わかるかも。だからそういうイケメンと飲む機会がないからわかる。あ、そうね、ほんとかよ、断密さんなのに。信じられない。ないんですよ。ゆしこさんの感覚わかる、今の。まあなんか要は私の場合はまあネタやってって言われるのがちょっとイラっと。ああ、いやそれはもう絶対。じゃあしかもそれパート先でですよ。パート先って。まあまあ、いやいや、そんなことないです。まあまあね。まあ、いろいろいるんですよね。だから私はすごいそこがイラっていうか、なんか引っかかっちゃう。これ私だけなのかな。でもそれはさ、その相手の男はハードルをこう下げたいわけじゃないですか。滑りたくないからってこと。ってことはその多分ヒーさんに気があるってことじゃない？あ、そうなんじゃん。まあまあまあね、そうね。そうそう、好きな子の前で。今気づいた。じゃあ今の話はなかった。そうそう、多めに見てあげて。多めに見ましょう。やっぱいいですね。私の好きな何でもいいです。やかましい。あってなんだ。
と思うんですよ。なるほど。実は私の話です。すいません。はい、実はモテてたんですね。はい。羨ましい。よし、君だけだ。よし、そしたら。はい、私だけでした。ある人、ある人。はい、はい、はい。じゃあね、じゃあ、ダンミツさん。はい。最近よく壇蜜さんってしか呼ばれなくなってきました。トウモロコシすごい好きで、今季節なんで安くて売ってるじゃないですか、で食べるときに私どうしても1列ずつ綺麗に剥がしたいんですよ。で、あれをねガガって食べちゃうと、トウモロコシって一粒こういう形するじゃないですか、こういう歯みたいな感じで、この中身だけが出て皮だけ残って、この茎の部分にその皮がブワーって残るのが嫌で全部剥がしたいんです。だから一列まず綺麗に剥がしたやつを綺麗に一列ずつ剥いでいくのが幸せ。すごいな、めっちゃわかる。わかる、一緒に一列取って、じゃあこうやってピッてやって、つながって話していく派です。綺麗に食べる、綺麗にね。でもそれも簡単にできないんで、私はイラついてスイカみたいにわーって食べるんですよ。そうすると歯に挟まるって。そう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 、そう、もう今もうほんとね、糸ようじやんなきゃダメ。寝る前ほんともう大変もんで、年とともにね、ほんと挟まりやすくなりますよね。ほんとに。え、そうな、なんかでもそれはなんか闇を感じる。闇？ほんと、みなさんもな、結構多いかなと思ったんですよね。結構多いの？どれぐらいいる？そういう人。トウモロコシ綺麗派。綺麗派。じゃあこの歌では闇があるってこと。闇が、さっきもちょっとなんかね、通じ合ってたし、闇があるということで。でも残った茎はね、めっちゃ綺麗だ。めっちゃ綺麗だ。幸せなんですよ。すごい分かる。一仕事終えた感じ。あ、すごい分かる。すっごい綺麗に食べるの。すごい綺麗そう。そういうお姉さんの食べ方って、食べ方綺麗だよな。食べ方綺麗だよ。そうなの、綺麗だよ。ビリーバボ、いやいや、急にどうしたの。たけしさん、やめとけよ、びっくりするよ。やっぱレッピーズもね、レッピーちゃん来たから私もやんないので。連続でね。食物連鎖ですよ。嬉しいな。意味違う。ありがとうございます。あ、いいですね。じゃあ次の方、何かある人。はいはい、私だけ。はい、よし。え、もう2つもある人。じゃあ、純子バンバン。イエーイ、バンバンバン、やかましいわ。私は、基本的にですね、皆さん女性じゃないですか、一応ね。で、まあ冬はともかくあれなんですけど、夏ってやっぱ肌が露出しますよね。結構みんな、ほぼ9割の女性って結構毛剃るんですけど、私は本当に基本ボーボーが大好きで、自然、ちょっとあーじゃないでしょ。今ね、目の前のお客さんがあーって反応しそうなの、やかましいわ。結構私真夏なのに3週間とか剃らないんですよ。1ヶ月とか、6月の時も本当にそうで、相方にも剃れとか言われて、もう見ててきついんです。やかましい。見てる方がいいよ。それはやかましい、おかしいでしょ。そりゃそっちの方が正しい。いや、私ボケのやかましいわ。いやいや、説明しなくてよ。いや、でもヒゲも剃らないんです。剃らない。あー、でもナマズ見たのこんなすごい生えてて、そんなに生えます。いや、すごいです。だから、なんでしょうね、毛に対して何も執着がないというか。そうだ。で、ボロボロでこうやって釣り革やってても、まあ。見えるじゃん、全然ですよ。いや、だからつまりですね、本当自然のまま生きたいと。ね、お父さんとお母さんからもらった大事な体で生きてて、ね、だってもう年取ったらみんな白髪になっちゃって、毛が耐えてこなくなっちゃうんですから、今のうちに。だから私ボーボー、私ボーボーでわざと電車に乗って、目の前のサラリーマンが目合わせてくれるかなっていうのも、去年の夏やったことあるんですけど、全然目合わせてくれない。で、しまいにここの顎に長老みたいなヒゲがたまに生えてるらしくて、友達に言われます。あれ仙人みたいな毛生えてるよって。しかも1本だけこんな長い、5センチぐらいの。すごい、片付けないで。いや、でもこれ男ができたらどうなのかなって私は思うんです。多分変わりません。今いないんでこうだけど。前の彼氏とかは？あ、そう、それは全然言われなかったです。え、言わなかったです。ボーボーナチュラル派、ヒゲも眉毛も全部ボーボー。ただバイト先のメンバーにちょっと腕毛最近濃いから剃った方がいいんじゃないとか言われますけど。今はちなみに、今はでもそんな、でもまあ10日ぐらい前に剃ったんで。いや、剃ってんかい、剃ってんかい。いや、ボー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 すぎたんでね。あ、剃るところは剃ってんですね。本当に今回腕は剃らないですよ。あと指毛とかね。だからみんなにも剃らないでほしい。
本当に自然のまま生きてほしい。あのグーニーズで、映画のグーニーズで、急に映画のグーニーズでね、はい、フランス女は毛を脇毛を剃らないんだぜっていうセリフがあったの。そう、セリフを今思い出しました。あ、フランス女。私もそれちょっと思い出したんです。逆に意識高いのかなと思って。フランス女自然のままでいこうっていう意識高かった。こんな体型なんてないでしょ。やばすぎる本当に。ラーメンが好きなんだよ。週5食ラーメン。喋ってるの。じゃなんかフランスっていうか海外の人と話したら。手とか手足は全然気にならないけど、大事なとこだけはちゃんとしてるらしいですよ。だから逆なんですよ、日本人とか。あ、そうなの。気にするところが逆って。なるほどね。はい、あだって、ね、大事なとこもすいません、はみ出てます。聞いてないよ。わかりました。私だけ多分あなただけです。多分あなただけ。レッピーは違うの。いや、俺はちょっとまだ生えてねえんだ。少年だから、小4っていう設定だからね。わかりました。はい、じゃあ次の方、ある方エピソード。なんかね、結構ね、次のお題行こう。もう行っちゃうか、もう行っちゃうか。もうお腹いっぱいで。ごめんごめん。じゃあ次行っちゃいます。盛り上がっちゃったから。じゃじゃん。はい。芸人になろうと思ったきっかけ。よっ。まあね、これいろいろありますよ。もうこれもね、もう早いもん勝ち。はい、どんどん。挙手挙手。はい。さっき当ててない人。そうですね。じゃあ、うっちーかな。はい。きっかけ、私もともとその女優志望だったんで、その、うちみんな失笑してる、失笑してる。笑いどころじゃないですよ。で、オーディションで受かった事務所のマネージャーさんに勧められて、いや、あなたは女優よりも、まあ、芸人の方がいいよっていうことを言われて、まあ、なったのがきっかけではあるんですけど、まあ、でもやっぱその芸人になる前に見てた芸人さんとかもいるじゃないですか。で、それは誰かっていうと、パイレーツさんね。そっちですか。パイレーツさんを、違う、パイレーツさんを始めたし、実家にテレビがなくって、友達の家で初めてパイレーツさんのダッチューのを見た時に、私、これでいいなら私もテレビ出れるじゃんと思って。一応ダッチュー、パイレーツさん説明した方がいい。パイレーツさんという女性の二人組のコンビさんがいらっしゃいまして、すごいボインボインのナイスバディのね、巨乳ちゃんなんですよ。で、その巨乳ちゃんを肩をこうすぼめて、腕でおっぱいをこう寄せてダッチューのってやるんですけど、私できるじゃんと思ったけど、全然できなかった。そこがね、まあそれ一世を風靡した、まあ一応ね、可愛い系の女芸人の先駆けみたいな。そうです、完全にそうですよね。ちょっとできないくせにできるじゃんってちょっと思った自分が、まあちょっとした勘違いからやっぱ始めた。ああ、なるほどね。はい、こんな感じでございます。そんな感じで、それで今に至るという感じなんですね。ああ、なるほど。なんかでも芸風とちょっとなんかつながる感じがあります。パイレーツさん目指していこう。ちょっとまあエロ、ちょっと男性を意識したような。あ、みんなも男性はメロメロだ。もう本当もうメロメロの人いっぱい来てるもん。すごい。みんないい。何このやりとり。はい、じゃあ他にもいますか。はい。よし。あ、じゃあね、じゃあレッピーズ。ああ。きっかけ。あ、俺鳥居みゆきさんと同じ誕生日なんだ。そう。まあでも A だけど、ただそれだけっていうことだけど、もうちょっと説明して。年齢は違うもんね。あ、俺、あ、そうだ、小学校4年生、10歳だけどな。あ、そうだ、そうだ、そうだ。鳥居みゆきさんと同じ3月18日生まれ、俺、ピン芸人になれると思ったんだ。そういう勘違いからね。そうなんだ。本当に本当に本当だ、本当だ。いいよ、今もうキャラ脱いでいいよ。一回脱いでほしいよ。こういうネタ見て、鳥居さんのこれ見てやりたいと思う。一回これ撮ったら戻るんじゃない。よし、じゃあちょっと待ってろ。あ、そうや、そうや。ごめんなさい。言いたい。あれほら、あれ脱いだらどんどん落ちてきて。レッピーズさんがキャラを脱いだら、小道具が全部バラバラに倒れました。どういうこと。やっぱ床上の方がいいんじゃねえかな。すごいよ。もう一回ちょっと。やっぱ入れながら、あ、ちょっとな、後で拾いましょう。これ、あ、俺漫画家やったんだけど、あ、そう、元漫画家なんだ。そうだよ、すごい。俺商業誌乗れねえからお笑いやってんだ。そうなの。どう飛んだらそうなるの。え、そん
商業誌。そう、手塚治虫目指してたんだけどよ、赤塚不二夫になろうと思ったんだ。すごいね。あ、まあ、赤塚さんもね、あの最終的には表舞台の人になった。そうなんだ。そうだからね。ああ、そうなんだ。え、どういう漫画描いてたんですか。俺か、手塚治虫みたいな漫画描いてたんだけど、俺性質とあの自分の現実そぐわなくて赤塚不二夫になったんだ。ちょっと赤塚不二夫さん何だと思ってた。赤塚不二夫さんも大好きだ。遅い。いや、そうなんだよね。NHK ドラマ始まったからね。そうだよな。たまてつがやってるんですよ。すごいよな。そうそうそう、有名なね。てか24時間テレビ石森章太郎さんのあれなんだよ、最近のあドラマなんですよね。絶対見てくれよな。関係ない関係ない、関係ないけど、まあ、漫画に対する愛が深い。あ、そうですね。あ、そう。え、じゃあ、 あの漫画家になってなかったら芸人はやってない感じなんですか。そうだよな、そうそう。まあでも今楽しそうにね。楽しいぜ。ちょっと今コメント読んで。あ、じゃあコメント見ますか。コメント来ました、やっと。グーニーズとか古いな。あ、そこだけ。世代ですからね。そうそう、世代がね。あらあらほうあらほう。なるべくライブ感があった方がいいから、なんか気づいたらすぐ読みますね。ああ、そう、ありがとうございます。うちそれ係ね。よろしく。じゃあどんどん読んできますから、どんどんコメントをください。お願いします。はい、じゃあ、もう次いっちゃうか。次いきますか。どうしますか。もうちょい、もう一回ぐらい。もうちょい、もうちょい。じゃあ、あとこれ言ってない人、芸人になろうと思ったきっかけ。言ってない人、言ってない人、言ってない人、これ喋ってない人。一人聞きたいね。みんな喋って。一回喋った。一回喋った。でも、ここ二人聞いてない。あ、そうか、そうか、そうか。そうだ、そうだ、そうだ。じゃあ、よしこさん、いいよ、喋って。私はですね、まあ、まあ、劇団でね、役者をやったりとかしていたんですけど、それが実はウッチーと一緒のところ。あ、そうなの。で、その女優なの。そうそうそう、まあ、女優なんですけど、と言ってるけど。そう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 、それで、まあまあ、それでウッチーから、まあちょっとちょっとその劇団を辞めてから連絡があって、ちょっと芸人にならないかっていう連絡が来て、ウッチーからね。そうそうそう。で、私はちょっと、え、何言ってんだ急にと思って、まあちょっとしばらく、いや、ちょっとなかなかそんなさっていうふうに言ってたんですけど、まあ、半年ずっと、半年ほんとずっと言われてたんですよ。ずっと連絡すごい口説いたんだよね。まず1回目は電話なんですけど、その後どんどんメールとかで、はい、で、もう半年経ってもまだすごい言ってくるし、うん、1回でいいから1回でいいからちょっと話さない、会ってって言われて、じゃあ、まあ、じゃあちょっとって言って、ちょっととある中華料理屋に行って、で、まあ、普通の中華そう中華料理屋でこうなんか食べながら、今なんか、まあ、こういう高校やってるんだけど、ピン芸人やってるんだけどって、なんていう芸人さんでやってるのって言ったら、グリーンティーっていう名前でやってるんだって言ってて、あ、そうなんだって。その、どんなネタやってるのって言って、ちょっと中華料理屋でネタを聞かせてもらって、うん、ってなって、まあ、そっかそっかって思って、まあ、全然ね、まあ、乗らなかったまあ、まあ、まあでもその時に、まあ、一応、まあ、人生ね、何がまあまあ何でも経験になるからと思って、うん、まあ、ちょっとうちに誘われて、初めてその前のね事務所の、稽古場に連れてってもらって、ネタを披露して。そうそうそう、さ、最初はここがコンビだった。そう、私はだから、そう、よしこちゃんとコンビが組みたかったから、もう口説き落として、でもう女優、私は女優だからっていうのはね、なんとか口説いて、一回だけ、一回、もう頼む、一回だけ、さっきその見てもらったんですよね、ネタ見せて。そうそう、したら、そのマネージャーが、今まで私ピンとかでずっとダメだダメだって言われてたの、マネージャーが、お前すごいじゃないかって言って、あ、私コンビで認められたんだと思ったら、逸材だっつって、でもこいつはピンがいいなって、お前またピンになれって言われて、あ、そうそうそう、コンビ別れさせられちゃった。ピンそうなんだよね。だからね、あの、まあ、本当にこう才能があるということで、なんか無理やりピンにさせられて、結果的に2人ともピンでなんか2年ぐらいやったんだよ。私が連れてきたのにね。そうそうそう、あのマネージャーさんがピン芸人が好きだったのよね。で、そうそう、で、その後なぜかここで組むっていう。ここはなんでなんですか、この2人は。ここはやっぱりだから私もピン芸人だったんですよ。同じ事務所。同じ事務所で3人ピン芸人。そう、あいつさんはその前に3回ぐらいコンビやってたけど、そう、最終的にピンになって、
って、うん、でピン芸で、まあ、確かにそのピン芸人が好きな事務所だった。だからピン芸人ピン芸人ばっかりだったんですけど、まあやってたら、でもまあ私も行き詰まって、でよしこさん見て、やっぱよしこさんでもまあ当時から面白かったから、うん、だからやっぱ組みたいなと思って、あの誘いをして、もちろん、もう私はアントニオなの。アントニオ。そうなの。そうなのかな。まあそんな感じでね、目指しました。そんな感じなんですよ。いやー、というわけでトークコーナーでございました。楽しかったな。ね、ちょっとね、私たちのことを知ってもらったということで、ね、あ、そうもうね、じゃあちょっと、うん、あ、コメントはね、読みたいんですけど、うん、今コメントは来てますよ、来てます、あー、来た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 、もう反応できるじゃん、来た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 、ちょうどね、衝撃のね、いやちょっと今衝撃の事実、あー、よかった、私一回思うんですけど、芸人家系図みたいなの作ったらすごいだろうな、すごい、コンビとコンビが会話してくっついたりとかしてるじゃないですか、そうそうそう、すごい人、なんか昔のなんか、あの将軍ぐらいできるでしょ、また組んで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 分かれて分かれて人間関係でみたいな、確かに罰10ぐらい平気でいるもんね、マジマジでいる、それ作ったら売れそうじゃないですか、売れそうじゃないですか、すぐ金にしようとでもね、結婚できるだけまだいいですよ、あ、そうですよね、罰10言いますけど一回でもね、結婚、そうか、コンビの話だよ、コンビの話だよ、コンビの話だよ、ね、ね、やかましいわ自分がやかましいわ、イエーイ、結婚してもらった、ありがとうございます、じゃあコメントもね、どんどんまだまだ待っております、よろしくお願いします、はい、さあじゃあここからは企画のコーナーです、みんなでいろんな企画に挑戦していきたいと思います、はいはい、まずはこちらの企画です、うん、どっちだ私に書いたの、さっき書いたの、大丈夫、書いてくれたの、ちょっと、はい、よし、まずはこの企画です、ババン、実は私〇〇なんですね、はい、というわけでございまして、ちょっとルール説明の方をよしこさんお願いします、皆さんにはね、実は点点点点というね、まだ他人にも知られてない意外な過去や、特技自慢などがあると思います、それに無記名で書いて誰が書いたものなのかを当てる企画です、もうすでにフリップに自分のその、うん、まあ、はい、まあ、秘密をもう書いてあるんですね、うん、でもこれは無記名で誰が書いたか分からない、はい、8人いるので4対4の、チーム戦でやります、はい、分かれます、例えば、実はヨーヨー大会で世界、3位になったことあるというねというのをというパネルがあったとして、パネルを A チームが出します、うん、それを見て、B チーム、アダチームが、そういうこと、アダチームA チームとアダチームが、あ、そうなの、分かれるんですけど、そうなの、そう、A チームとアダチーム、分かりづらくない、そう、アダチームね、そうで、足立チームの方が勘だけで、あれ足立さんじゃない、いやいや、よしこさんかもっていうのを、まあね、いろいろ言い合って、答えをこういろいろ、そうそう、最終的に、そうそうそう、誰が、うん、相手チームの誰がどのフリップを書いたかを当てるっていうんです、はい、そう、で最終的に、まあ、あの、まあ、4人中何人正解したということで勝敗を決めたいと思います、はい、負けたら罰ゲームがあります、はい、よろしくお願いします、参ったね、これは、そうですね、じゃちょっとね、じゃチーム分けなんですけれども、はい、あの分けておりまして、はい、まず、まあのここがリーダーですね、はい、アダチームとよし、あ、A チーム、アダチームと A チーム、アダチームと A チームに分かれております、はい、ちなみにアダチームは、はい、はい、あ、私もだ、アダチーム、アダチーム、こちらがアダチームですね、で、残りが、残りが A チームということになっております、はい、さあじゃあどっちが、じゃあこっちからいきますか、ね、じゃあアダチームが回答をまず見せるんで、うん、はい、A チームは当てましょう、当てましょう、はい、よし、じゃあアダチームの、アダチームの、私はね、あの全部預かってんで、あ、はい、やべえ、私書くの、やべえ、あ、急いで書きましょう、リーダー急いで書きましょう、ありがとうございます、うん、じゃあ逆にしよう、逆にしよう、あ、ごめんごめんごめん、じゃあ A チームが、 A チームからいきましょう、よろしくお願いします、じゃあ、A チーム、じゃあ私が読んじゃっていいのかいいですよ、じゃあ、ごめんなさいね、はい、そしたら、じゃあ、じゃん、おーおーおーおお、まず、ぬいぐるみがないと寝れないかわいい、誰、女の子やな、はい、え、次、
スマホゲームで世界1位になったことがある。誰だ誰だ誰だ。すごいですね。排水口にスプーンが落ちる。何これ、どういうこと。だだだ、これも気になりますね。これも気になる。はい、はい、渡瀬恒彦さんにダメ出しされたことがある。はい、誰だ。どれも気になる。どれも誰だろう。誰がね、どれを書いたかっていうので、ちょっと。じゃあ、アダチームの人が考えていただきます。誰からですか。じゃあ、アダチームは、アダチームは、ここと、ここ、こことここでしょ。あれ、ここ、あともう一人だ。あ、うちか。うちか。よし、当てよう。よし、当てよう。当てようぜ。今、コメントに、ちょっと。あ、来た来た来た。付き合ったおは、だからそれはやめましょうね。やかましいわ、やかましいわ、ごめんなさい。そうだよ、やっぱ一回黙々したしなかった、私がバカでしょ。あえてやる、ごめんなさい、宇宙様。まあいろいろ、いろいろ書いていただいて、書いて、書いてくれてもいいんですよ、いろいろね。これ、この渡瀬さんはやっぱ、やっぱ役者さんだから、うん、そうってことは、うん、やっぱお芝居をやってた人なんじゃないですか。そうなってくるよね、そうなってくるよね。そうですね、そういう風になるのか。うんうん、違うかな。でも私、渡瀬さんと仲いいです。マジで。初耳だぜ、おい。なんか言ったことないことを言ってる。あ、これかくらんとかもあるから。そうそう。あ、かくらんとかもあるから。だましもありなんですよ。これあと、ぬいぐるみがないと寝れないっていうのは、この人はやっぱすごい寂しがり屋なのかなって思うんですよ。ってことは、あのよしこさんも意外に寂しがり屋な感じがするんですけど、でもあの壇蜜さんはやっぱりぬいぐるみじゃなくて男じゃないと眠れないですよ。考えて、だ結局誰か分かりませんよ。当てるゲームだよ。当てない、当てて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 、可愛いの。ゼッピンちゃんって可能性もある。難しいよな。排水口にスプーンが落ちるって分かれないもん。誰でも落ちると思うからさ。これわけわかんないから。そうそうそう、わけわかんないから、多分この人だと思う。そう、私も絞ってんの。レッピーちゃんかヨシコさんかどっちかだと思う。マジか。わけわかんないキャラな。同じなのかな、同じなのかな。ヨシコさんがあえてのかくらんでね、ほら最後3人が集めた時にちょっとこれだとあのちょっと分かりやすいかもっていうので、あのリーダーだからさ、ちょっとこういうのを入れてるのかもしれないっていう。そうだよね。わーわーわー。私でもスマホゲームで1位は私なんか断蜜さん。私もそう思う。なんで。だってさ、さっきのあのトウモロコシを一個一個食べる。細かさ。だからあなたこれだよ。そう。スマホゲームだ。パソコンやってるイメージ。そう、なんかね、そういうの強いそうなイメージがある。そうです。そうそうそう。で、それはなんかまあどっちかじゃん。そう。で、これが。これレッピーちゃんですかね。おお、いや、確かにな。どうだろう。そうよね。これでもよしこさん。みんな寂しがり屋だもん。そうなの。みんな寂しがり屋。よし、そろそろね、そろそろ決めましょう。じゃあもうこれから行くか。なるほど。ありがとう。よしこさんだけもするけどね。まあいいでしょう。でもよしこさんにしないとこれぬいぐるみがないと寝れないからよしこさんになっちゃう。どうしよう。渡瀬さんっぽい気もするんですけど、どうなの。ちょっと待って、これさ、主語がないからね。よしこさんが寝れない。あ、そうか、そうか。子供がだったら、あ、そっか。そんなに、私はお題ですよ。お題、私ってことですよ。そうだよね、そう。私、実は。なんか、間違えなかったのかな。じゃあ、これは、じゃあ、ひーちゃんだ。ひーちゃんだ。こっちに行こう。ちょっと、まあ、意外性なところ。ひーちゃんね、ぬいぐるみじゃなくて、酒がないと寝れとけよ。こっちは止めるんですよね。じゃあ、ちょっと一回見せてください。じゃあね、このようになりました。じゃあ、あのね、正解は発表はですね、あの正解の場合は掲げてもらって、はい、外れた場合は倒してもらいます。はい、それでは正解発表参りましょう。はい、どうぞ。あ、オッケー。よし。あ、2つってことで当たりじゃない。どっちも
も島内さんっぽいだと思った。私初めて知りました、ぬいぐるみがないとって言ったことない。あのほら相方猫飼ってるんで、猫のアイちゃんが一緒にないと寝れないってのは分かるんですけど、ぬいぐるみね、さすがテラフォーマーだな。え、君関係ない。何のぬいぐるみ。え、私はスティッチです。あー、かわいい。あ、じゃあ全員罰ゲームで。いやいや、まだわかんないから、まだわかんないから、まだね。じゃあ次パーフェクトすればいい。こっち、そう、次パーフェクトになれば、あと、まあ、あとはまあ、じゃんけんかな。違うの、このお二人の推理力が半端じゃない。私は震えちゃって。私、うっちーさんすごいと思うよ。いや、すごい。当てられちゃったね。だけちょっといい、お伺いしていいですか。あ、マジですか。はい、あ、ですね。あ、そうか、そうか、そんな話すんだ。ですね、2時間ドラマ。そう、エピソードの話、ね。そう、2時間ドラマの収録の前に、渡瀬さんがこうスッと来て、脚本で私のセリフで、はい、なんとかザマスっていうセリフがあったんですよ。ザマス。そう。マジで。あれ、もしかして泉ピン子さん出てる？ね、出てないです。出てない。多分私ですね。いや、それで、まあ、ザマスっていう、私はもうちょっと勇気満々だったんですけど、まあ、その練習して、もうザマスみたいな感じで気持ちを作ってたんですよ。そしたら、渡さんがわっすっと来て、こっち、普通ザマスって言わないだろうって言って、ちょっとここ言い換えようっていうふうに言われたんですよ。私、ザマスって言いたいですっていうふうに言って、結局言ったんですけど。渡瀬さんに意見できて、まあでも、あ、言いたいんだ、言いたいならいいけどさ、あ、聞いてくれたから。そう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 だよね、多分良かれと思って言ったんだから。そう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 、辛いな。スイッチ、マススイッチ入っちゃって。そうそう、私はもう言いたいってすごいあったんで。そうそう、リアリティを多分追求して渡瀬さんはそう言ってくれたんですけど、なのに私はいや、言いたいですって言っちゃって、多分そうそう、だからまあ変な人なんですっていうふうにまあ思われちゃったんだろうなって。そうそうそう、その2時間ドラマは無事放送。あ、もちろんもちろん、無事それでいきなりカットにはならないです。ザマス、そうそうそう、すごい。そういうことがあったよ。ちなみに柴田さん全く知らないんで、ごめんなさい。こっそり出た嘘です。桜だった、桜さんだった。仲良かったら面白いのにな。さすが。じゃあ一個ずつ聞いていこうか。じゃあちょっと、ぬいぐるみ、これはもうさっき、はい、そうなんですね。ダメなんです、私。本当に。あ、本当です、本当です。だからこの前相方は家来たんですけど、片付けましたもん。ちょっと恥ずかしい。映画になかったもんね。わーって囲まれてギュッて寝てる。そういうタイプの子じゃないじゃないですか。で、気持ち悪いじゃないですか。36で、ね、メスゴリラでね。それがメスゴリラらしいでしょ。だから隠してるんですけど、まあこれは本当です。ずっと小学生からね。あー、本当じゃねーかよ。そんなにやかおんだね。代々変わるでしょ。代々変わるって。スティッチがもう私100何個あるんですよ、家に。すげー、それはすごいわ。スティッチ可愛いよな。渡瀬恒彦って、渡瀬真希の旦那だけ。めちゃくちゃ全然違う。全然違う。渡瀬つながりだけだとちょっと違いますね。コメントの時、泉ピン子さんって来たんで、ちょっと一言言ってきます。あんたね、冗談じゃないわよ。私を誰だと思ってんのよ、泉。あ、すみません、ありがとうございます。間に合ってないんで。ありがとうございます、コメントね。確認してから。それ、まことですか？ありますか？いいの、じゃあ、はめる。あ、ませんね。ありがとうございます。今来ますか？お願いします。大丈夫ですか？じゃあ、ピン子さんで。もう一回やるの？もう一回やりますね。お願いします。じゃあ、映画コメンテーターリリコになぜか怒りを覚える泉ピン子。あんたね、冗談じゃないわよ。あんたが紹介した映画見に行ったけどね、つまんなかったわよ。チケット代返しなさいよ。笑ってんじゃないわよ。はい、ありがとうございます。すいません、今日はあまりに行かなかったです。振りにリリコが出てきたから、リリコをやんなきゃかなと思ったら全然やらせてくれないですよ。なんか僕は一人でパッとやんなきゃいけないのかなと思って。あー、よかった。すいません。ピンコつーかドラえもんだ、ドラえもんだろっていう。あれ、ドラえもん見た目がね。テレテテテテー、死亡。もっといろいろ言ってきて。
何でもやってくれるから、何でもやってくれます。じゃあコメント待ちの間にエピソードの方を、はい、島田さん、島田さん、スマホゲームってこれ気になりますね。気になる。パズルゲーム、なんか色揃えて消していくみたいなやつがめちゃくちゃ好きで、それをなんか海外のアプリみたいなの見つけてやってたんですよ。そしたらなんか急にイベントみたいなのが始まって、あ、こんなのあったんだと思ってパッて見たら全員外国人なんです、名前が。なんかちょっと中国語もあればアルファベットとかもバーって名前ある中で面白いってやってたら、なんか気がついたら1位にいるんです。あれ、これ初めての人生初のタイトル取れんじゃないと思って。でも時差があるからあっちの時間でイベントが終わるんですよ。うちの昼間だと3時ぐらいで終わっちゃうんですよ。で働いてたらできないじゃないですか。たまたまその日仕事だったんですけど、スマホ触って仕事だったんで、もう最後ブワーやって初めて最後課金しました。そうしちゃった。300円課金しちゃった。ささやかささやかで、なんとか世界一位取ったんですけど、なんかその後ユーザー数がブワー増えちゃって、もうなんかランク分けとかされ始めて取れなくなっちゃったんですけど、でも1回は取ってます。世界一いいですね、それ言いますね。そう、それで終わりだった。俺が火かなと思ったんだけどよ。多分スプーンが減るんだよな。洗い物をしてるとスプーンだけがどんどん排水口になって、知らない間に網来てない。いや、なんかこう残飯と一緒に入っちゃってるみたいで、気づかないで生ゴミと一緒に捨てちゃうの。そんな残飯出てんの？ディスポーザーってこと？ディスポーザーでブババババ。ディスポーザー。若い。ティッシュに聞いて。主婦だから主婦だから。排水口って蓋ついてないんですか？蓋が。なんかスポーンっていっちゃうんですよ。わかるわかる。わかるわかる。でもちゃんと、あの、生ゴミをこまめに捨ててればさすがにスポーツで気がつきますけど、たまたま料理した後とかで一回の時とかにうっかりそのまま一緒に捨てちゃったことは3回ぐらいある。そんな結構あるじゃん、仲間だな。そう、ちっちゃいスプーンはすぐいなくなる。さあ、確かにな。そうなんだよ。そうね、困っちゃうんだよな、スプーンなくなっちゃう。フォークはあんだけど。フォークはあんだよ。なんだよ、フォークはあるんだよ。フォークはあるんだよ。重いからか。あ、刺さるからだ。刺さるから止まるからか。いや、それないの。いや、ありな。そうなんだ。流してはないよね。捨ててるんだよね。そう、捨てちゃってんだよな。そういうことか。じゃあ、気をつけて。気をつけて。そっか、これじゃあ島唄さんね。10人ではなかったです。さすがにランキングにパッと出るんで、人数。あ、なるほど。そうそう、10人はちょっとあったよという感じですね。いや、でも少なくとも300以上はいたと思う。あ、すごいすごい。すごいですね。いや、わかりました。はい。よし、じゃあ交代します。交代します。超クラチームで。あたチームやろう。時間で押して。そうですね。頑張りましょう。よし、頑張る。よし、じゃあ私が発表していけばいいのかな。そうね。よし、じゃああたチームのやつを発表していきます。はい。はい、じゃあまず1個目。ちょっと持ってごめんね。はい。ノートの字がめちゃめちゃ汚い。あ、汚い。汚い。あ、ごめん、ちょっとコメント来た。リリコなしかい？振りがわかりにくくてごめん。てかやかましいわ。ああ、皆さん、リリコはまた今度よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。うまいこと言ってる人いますね。野球だとフォークの方が落ちる。うまい。ありがとうよ。いいね。いいですね、いいですね。お礼を言われましたよ。というわけで、言いますね。続きまして、元女優。これ大丈夫？さっき言っちゃってなかったですか？大丈夫。さっきはね、言ってない。さっき言ったらヒントになっちゃう。これ誰？あ、あ、でもこれアダチームだ。アダチームのメンバー。ちょっとこれアダチーム。ちょっとまあまあまあ。まあまあまあ。でも大丈夫。あ、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫。ね、いるかもしれない。あ、でもこれは結構ヒントかもしれない。もしかしたら言ってない人ってことかもしれない。そうね。そうそうよ。言ってない人かもしれない。ちょっとこれもうめっちゃ消えてるんですけど、あと中野区長に表彰されたことがある。誰だ？気になりますね。はい。最後、なんと飛行機事故で死にかけた。ええ。気になりますけど、さあシャッフルシャッフル。もう全然わかんない。さあ引き出し切ってどうする？どうする？どうだよ。でも続けにも。そう。アタチームはこちらとこちらとどっちもうちですから、まあどれが誰？いやこれまず字汚そうなの誰ですかね。字汚そう。あ、でも字は私が全部まとめて書いて。あ、じゃあこの字が汚いって字が汚いね。あ、だから少なくとも、少なくともだから足立さんじゃないってことでしょ。そうね。そうだ。
そうだ、ほら、綺麗に書いてある。だから、3択でしょ。でも字が汚、字が汚そうなイメージは、ここ2人湧くんすよ。相方と宇宙さんは。ここ湧かなくないですか。そう、綺麗な気がする。確かに字は綺麗な気がする。絶対綺麗な気がする。お、女優の前にセクシーがつく方の女優かっていう質問。あ、これ あどうだろうね。どうやろう、これは。まだわかんない、まだわかんないよ。なんか藤子さん胴体着陸してそうだから飛行機事故になんか巻き込まれたそうなんだよ。胴体着陸でもそっか、藤子さんは西武ドームの近くに実家があるから中野区民には表彰されない気がする。そうだね。あー、そうだそうだね。そういう考え方でまずそう。だから飛行機事故で死にかけてるじゃん。そうなんだ。これもしかしたらもしかしたらそうかもしれないんだよ。私元女優ウッチーさんだと思います。よし、じゃあこれいこう。よし、それでいこう。よし、それでいこう。戻って言ってると思うんだって、ウッチーさん。そしたらこうなります。あのセクシーがつく方かもしれないからね。いや、この中野区長に表彰されてる。いや、されてないけど、されてないけど中野にでバイトしてるじゃないですか。そうね、中野の子結構してるんですよ。あー、なるほど。なんかそういうね、怪しいな。怪しいな。ただ実は字めっちゃ汚いか。でも綺麗だと思うんだよな。でもノートだから、そうそうそう、あのノートだけかもしれない。あ、そっか、ネタ帳とかだけ。ネタ帳とかだけだから、もしかしてそっちの方が。そうね、このすこれね、私これバンバンじゃないかな。よし、行きましょう。まあね、相方にね、あの行ったことがないっていうね、内容ですからね。相方も知らない。相方も知らない。ほぼ相方ってどうですか、ノートの字は。あんま見、まあ見てるけど、そう、うん、まあそうかもしれないし、あんま書かないんすよ、ネタを。あ、そうなんですか。そうそうそう、あの羅列だけで終わっちゃう感じ。そうそうそう。でもここで動く。行きますよ。じゃあ、これで。これで。そうなん、そうなんすよ。ここが女優。こっちが実写なくて、こっちが。ああ、そうじゃん。さあ、そろそろ。はい、そろそろまとめて。じゃあ、そうそうそう。いいか。いいかな。じゃあ。じゃあ正解、正解だったらいいよ。正解だったら掲げて、ダメだったらダメ。あの、はい、よし、どうでしょう。では結果は、いいのかな。どうぞ。え？え？マジで？すごい。すごい。すごい。全部外した。全部外した。ちょっと待って待って。元女優ここでしょ。あ、そっちか。逆パーフェクトしちゃった。え？仕事を上げてください。いいですね。じゃあ続けて、じゃあこの元女優の一応聞きましょうか。一応聞きましょう。じゃあ一応元セクシーかどうか。あ、そうそうそう、それだけ。チョイセクですか。マジ？なわけねえだろ。私もなんかあれなんですよ。お笑いは10年目なんですけど、お笑いやる前に12年間お芝居やってて、すいません、芸歴22年目なんですけど、すごい、まだ省略すると3日ですけどね。ちょっと騙しいわ、ほんと。あ、まあそれで、まあ舞台と、まあ舞台ってネットテレビとか、あと B 級映画とかいろいろ出させてもらって、斎藤工さんとかと、斎藤工さんと、はい、同じ舞台に出たりとか。今じゃね、あんな売れちゃってね、やっぱね、優しくてすごいいい人だったんですよ。イケメンで、マジか。ねえ、抱きしめられなかった、本当に。あなたの代表作の映画言ってあげたら、みんなのご存知の代表作。皆さんおなじみの小原課長。知らねえよ。知らねえよ、それ。小原課長。でもすごいいい役だっ
だったんだよね。なんだっけ、あの村人役。エキストラだよ、それだから。結構出てたんだよ。B 級のエキストラだわ。世界観がかなり分かる。でもすごい被る感じするよね。いや、ちょっと私、お色気系なんで被んないかなって。いや、私もお色気のね、映画出たことある。張り合うじゃん、二人で張り合う。タイトル、タイトル言える、タイトル言える。マジファイブです。ググってみましょう。ちょっと人気映画だったんですけど、人気映画でお互いにドンパチやってるところに、おい待て待て、一旦中止だ。赤ブルマの姉ちゃんのおとりだっつって、ファイトファイト。めっちゃ面白い。これ見たい。こいつね、その時ね。いいですね。めっちゃ見たい。あ、いい映画じゃん。ね、皆さんぜひ見てほしいです。はい、見て、ぜひ見てください。大田課長も見てくださいね。見てくださいね。あ、渡る世間に出てませんでしたか。あ、また。あ、また。あれ？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 カメラが、カメラが、カメラが見るから。カメラがズームしてから。カメラがズームしてから。大丈夫。出てるわけないでしょ、本当に。え、出てないっすか。え、出てるわよ。最近ね、あんた渡る世間終わっちゃったのよ、あんた。最近特番もやってないんだから。もっとやってほしいわよ、本当に。やかましいわ。今日似てないっすね。そうね、自分ではびっくりするぐらい似てない。ごめんなさいね。手掛かり聞いてる分にはすごい似てるけど。まだ自分は似てるって言われるんですけど。だからリリコが来るまでまたやればよかったのに。またリリコ。これ来ないんですよね。リリコなしバージョンなんですよ。リリコ来るんですよ。そうなんです。自分が似てるって言われてね。いや、でも本当歴史があって、歴史があるなっていうことがすごくよくわかって。じゃあちょっと藤本さん、気になる。あ、そう、気になる、気になる。何でさ、もうくだらなくて申し訳ない。あ、でもね、照明するのが綺麗だよ。ちゃんとね、ちゃんと抜くと、あの、うまく。確かに、これは、じゃあ振りだったんだ、これは。あ、そっか。学校の硬筆点とか、書き初めあるじゃないですか。あれは、もう、ずっと金賞だったんです。ちゃんと書けば書けるんですけど、カメラがズームしてくれるみたいな。自分のこれ普段メモをする、まあネタ帳じゃないですけど、メモ用のノートなんですけど、なんか誰も見ないやつはなんか汚っ。そうですね、あの俗にはカメラの方に、カメラの方に、カメラの方に、カメラの方に。こんな感じ。まあまあ、でもやっぱベースが綺麗な汚さです。あ、本当ですか。あ、良かったです。ベースが。じゃちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと今ページ見せるとこダメですよ、これ。これダメでしょ。たまたまでしたね。何ちゅうネタやってんすか。ちょっとそういう感じ。あとでゆっくり見すぎる。意外性が良すぎる。もしね、振り子さん意外性があってね、面白いですね。で、私は小学生の時、結構親が仕事で海外に行くことが多いんですよ。だからちっちゃい時からもずっと飛行機にすごいたくさん乗る機会があって、で、ある時なんかカナダに行った時に、なんかね、あの飛行機のなんだっけ、タンクになんか穴が開いてたらしく、それでなんかでもカナダこう、まあ、カナダエアっていう、あの、まあ、外資のやつだから、なんかナレーションが日本語じゃないんですよ。で、あの当時私5歳ぐらいで、で、あのお母さんと弟と乗ってたんですけど、でお母さんはまあ一応その、まあ、ちょっと英語、まあ、単語とかわかるから。で、多分アナウンスが流れたんでしょうね。うん、まあちょっとこの飛行機が危ないですよってことで、それで、あの、で、なんかアナウンス流れて、なんかお母さん見たら、お母さんがなんか、もうこんな感じです。で、私、お母さんどうしたのって言ったら、あの、待って、そこでさ、なんかちょっと落ち着かせてくれてもいいじゃん。子供なんだから、うん、なんか大丈夫よ、とか心配ないよ、とか。うん、でもその時お母さんなんか、もう動揺してるから、うん、なんかもう、あの、この飛行機が落ちて私たちは死ぬかもしれないって言ったんですよ。で、私、うえーと思って、なんか、あ、5歳の人生か、と思ったんですよ。そう思った記憶がすごいあって、まあでも結果的に、あの、まあなんとか回避したんです。なんかね、あの、まあ話すと長いんですけど、一応タンクが、まあ片っぽだけ空いちゃうから、その、なんかバランスが取れなくなるんですね。だから、逆方向に何時間も旋回して、なんとか均等にしてからどっかに着陸して、まあ降りたんです。そういうことがね、昔あったんです。今はそういうのがあるかどうかちょっとわかんないけど、まあもうね、15年、20年ぐらい前の話なので、そうですね、そういうことがありました。ということで、すごい、びっくりだわ。いろんなこと
力しり文字でございます。コメントが来てますね。コメント、飛行機事故ですね。重い方の脚本を織り出せば出てて、出せばすぐに。そういうもんね。掘った時に空気バーッと入ってきて、こうやる感じ。わかりました。解決しないよ。よし、じゃあね、あの一人一文字全力で、もう全力で尻文字やってもらいます。マジで。ここだよ。ここですよね。やって一文字ずつやってもらいます。こっち書いてあるんだ。お願いに。おっしゃ、OK。はい。で、やってもらう文字は。敗北。一文字ずつやってください。お願いします。じゃあ掛け声とともにいきましょう。私がはってことですね。そうですね。は、そうですね。そうね。やってください。じゃあちょっと、じゃあゆうちちょっと手伝ってあげて。うち、はい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 。敗北のハの字はどう書くの。はい、こう書いてこう書いてこう書くの。はい、敗北のイの字はどう書くの。はいはい、こう書いてこう書いてこう書くの。はい、この字は合格の。はい、こう書いてこう書いてこう書くの。はい、こう書いてこう書いてこう書くの。はい、こう書いてこう書いてこう書くの。ええ、終わりましたね。何なんもう。これ客が罰だろうっていう。客にとっても罰だらしい。その通りでした。すいません、本当すいません。ビッグコメントでございます。知りもちろんですけど、こんな昭和のノリでしたっけ。こんなでしたね。本当の人はこんな感じなんですね。昭和のノリでダサいことをやるのが恥ずかしめたり。すごいね、おばさんの資料を見せられるっていうね。見てる人も罰ゲームっていう。素晴らしい。はい、今たまたま。というわけで、私丸々なんですのコーナーでした。やったー。はい、もう一個ね、企画がね、実はちょっとあるで、ちょっと手短にやっていきましょう。はい、もう一個あります。もう一個の企画は韓国ジェスチャー。はい、はい、皆さんにおなじみのジェスチャーゲームをしていただきたいと思います。しかし、普通のジェスチャーゲームではありません。タイトルにあるように監獄ですので、皆さんには監獄に入っていただきます。監獄ですので、こちらをかけていただきます。わー、すごい。同じボックスから引いたお題をジェスチャーしていただきます。ジェスチャーですので声は出しちゃいけませんよ。当てるのは観客と視聴者の皆さんです。視聴者さんは、コメントでじゃんじゃん、答えてくださいね。これだ、これなんじゃない、これなんじゃないって答えてください。そして時間内で最も成績の悪い人は罰ゲームをしていただきます。はい、では早速始めていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、初見さん、ここはあのケツ配信じゃないですよ。会議、会議あります。大丈夫、後でこれで帰ってくるのないあれ、すみません、こう手錠使うのは初めてなんですけど。手錠使うのは初めて。ちょっとみんな初めてですね。じゃあまず私からやりましょうか。お願いします。じゃあ順番にどんどんテンポよくやっていきましょう。お願いします。じゃあこれね、あのお客さん当ててください。あ、そうです。当ててください。あの、はい。あとね、お客さんも答え言ってくださいね。あとね、あのコメントでも言ってくれれば拾います。はい。じゃあ行きます。行きますね。はい、行きます。私から行きますよ。はい。あ、立っていいんだっけ、これいいんだっけ、これいいんだっけ、立っていい、はい、いいんだっけ、うん、え、なにそれ、なに、あ、なんか最、あ、え、意味が全く分かんない、全然分かんない、惜しい、惜しい、モンキー、あ、モン、あ、モンタロー、あー、正解、正解です、次、次、次、じゃあ、じゃあ、じゃあ、で、ありがとう、次、できますね。コメントでも、あの、言ってくれれば拾いますよ。コメントで全然何してたのか、これ。あー、そうです、そうです。よく分からない。皆さんも考えてくださいね。めっちゃ怒ってる。何これ、全然。撃たれてる。ワンピース。おばはんのご近
近いけど違う。近い近い近い。ちょっとやって。あ、水浴びするメスゴリラ。アントニオ。アントニオ。首絞められてるの。本気で答えてよ。本気本気よ。本気本気。プロプロレス？ビバー。よっしゃでもアントニオで我々の方が言ってくださってね、嬉しいです。ありがたいですね。ありがとうございます。じゃあ、ダメです。これ立たないんでしょ。立っていいよ。これでも上半身しか使ってダメなんですよね。いや別に立ってもいいの。これどうすればいいだろう。ああスリラー、マイケルジャクソン。お客さんがほらスリラー、マイケルジャクソン。あ、今こっちやっちゃった。違う。え、ナイスさん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 、すごい、なんか絵文字でマイケルみたいなの来たよ。すごい、すげー、やるね、やるね。私のジェスチャーも見て見てますよ、後ろから。ちょっと画面に釘付けになっちゃった。お化け、お化けかな。なんだこれ、ミイラ。違う、赤ちゃんが生まれてくるところ。あ、恐竜。こう、ほら、コメントも来なくなっちゃったよ、うち。近い。その形状のもの。形状、そんな下ネタある。下ネタじゃない。起きたばかりの引き返り。引き返りじゃない。ひどいわ。これ。何？かぶってる。かぶってはない。もう、もぐら。違う。上のクリニックが今のところ一番近い。言っちゃいけない。タートルネック？タートルネックではないが、その形があるものに似てはいないか。いや、形。言っちゃダメな言葉しか来ないよ。なんだろう。何？はい、じゃあ誰か誰か。魚肉ソーセージ。もうアウト。アウトの判定が出るかも。誰が言った、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 あるんですね。そうそう。出てきた。復活？復活。被って投げて。ああ、分かったけど。コメント待ち。ほら、みんなみんなほら、私で浮かばないもん。タラリあれほら、危ないやつ、危ないやつ。ピンコ違う。MP グルー、昔の MP グルーさん、昔のコンビ、トリオで。あ、そうか、昔のコンビ名出てきた。よくこれで分かりましたね。
全然わかんない。なんで私のキノコわかんなかったわかんないよ。なんか超悩んでるけど。そうそう、解消してあげる。はい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 。切ってる切ってる。引っ張る。食べた。結構広いな。あ、でも、羊羹。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、お客さん、お客さん、なんか分かる人いる。なんか試しに、じゃあ、分かる、はい、言ってもらって、はい。え、ま、そう、合ってる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 、絶対そう。言っちゃおう。買った。え、あ、分かる、伸びた。あ、あ、さ、うん、ピザ言ったよね。あれ、違う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 、ピザではない、ピザではない、食べて置いといて、置いといて、置いとかない、置いとかない、シャトー、ピザのシャトーね。結婚募集中。